付近にある攻撃さらに3から11雑魚を攻撃するか柱を攻撃するかだったらどっちが先？うん、難しいけどちょっとね状態異常いっぱいあるからこれでどれぐらい無効化できるか試してみる。頼む寝てくれ。睡眠寝たマガン入ったぞ。マガンによる睡眠は10ターン効きます。やったぞ。うおラファエルしばらく何もできねえわ。今のうちにザコとその間に他を処理しよう。ただ俺が狙われてあのあれが切れると終わるんで下がっていい。聖域とか使ってもいい下がってもいいし聖域使ってもいい。聖域ないんだよ、ね、聖域は使えないわ。カンビオンが来る。火の光線あこれちょっと痛いね。でもこの後何来るか分かんないからうんいいよいいよやめとくわ。一回ハンドルいっぱい持ってんな。エラゾーに来てるから盾ミスミスミス当たらんわ、はい、素晴らしい。近っいや強っ30ダメージ。そういえば俺耐久力上げてるからやたら始末しろ。普通のダメージ精神集中切れねえわ俺。やってみよう。いや回復がないのがきついな。ここで防塵が全員に入ったらめっちゃいいんだが。シャドウ派さんのやっぱ回復って強かったんやなってよくわかるよねうん。いろいろないと。はい。了解。これがどこまで入るかだな。9メートルだからかなり入る。お、見えた。あ、勇気。見えた。やらかした。あ、起きたぞ。起きちゃった。おーい、何をしとるんじゃ。起きたわ。そっか、そこ警告しなきゃいけなかったな。お前は何をするんだ、ホープ。油断癒しの言葉。まあでもこんなもんか。まあ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 、まあまあ、ホープは役には立ってる。もう一個いける。に逃げ偉すぎじゃないそれ。何でかくすの。集団傷治療。おお素晴らしい。傷治療って近くに行かなくても大丈夫なの。集団傷治療はできるよ。選択。ホープいなかったら終わっとるな。ホープいなかったらこのメンバーだともうダメだな。助けないとダメだったんじゃないか。なんか俺もなんかここまで敵がいるんだったら全体攻撃使った方がいいかな。できることがあれば。全体攻撃とは一体？氷の壁の巻物とか。はあ、氷の壁の巻物。なるほど。まあでもこいつら飛ぶからあんま意味ないと思うけど。立ちはだかるものにまあ意味あるんじゃない？やっぺ、いっぺんやってみるか。まあダメージは入りそうだね。ここら辺で。巻物使うっていうのもありかもね。こんなちょっと待っていい感じに当てたいよね。え？ん？何やってんだお前。なんで？これがバカ氷の壁は入ってないか。氷の壁は直線上に行くから1点と1点を指定して長い壁を作るっていう魔法だ。あ、そういう魔法なのね。お前同じところで2回やっちゃったから1個しか立ってない。あらまあそういうことね。柱が立っただけになっちゃった。どうもいどうもい。しゃあないしゃあない。でもまあありっちゃありだったから。俺のターンまで待って、まあ、俺が状態異常叩き込めればまだわからんでも俺。湯切るです。まあ、ジャンプ湯切る。いやこいつ透明化するだろうな。うわ。以上八人分。強いね。地獄のダガー。毒になった。ユーギルがだけが来てくれると助かるんだよね。俺が殴りやすいから。ナイスアス。もう透明化ユーギル落としたいな。ユーギル抵抗少ないんだよな。でもユーギルは俺が狙わないと他のやつが俺狙えないんだよね。全く。ああ、混乱打ちます。えい。バーン。耐えた。入った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 。ラファエルに入んなかった。半分ぐらい入ったんじゃないか。確かに。かなり入ったと思うよ。ユーギルにも入ったな。ユーギルにも入った。これはワンチャンいい感じになる可能性あり。ただ一応3ターン稼げるんでしょこれで。行動ランダム化するだけだからどう仕打ちするかどうかは分かんない。分からないね。あと相手の抵抗によっては途中で解ける可能性もある。これはちょっと待ってよ。そうだ俺あれだ、呪文拘束化っていうのがあるんだ。操作欄にしたから。なんでこんな苦しんでんだ。混乱してっからか。暗いな。盲目いいね。俺は精神集中使わない。素晴らしい。状態異常振りまくりまくる
振りまきまくるタイプの魔法使いになりました。魂の消費。あ、回復するのか。うん。神聖なんだ、神聖の何か。ラファエルはどっちにしろ倒せない。神聖への罰。罰。この状況だと。アベルヌスの炎。サンクの反応使うか。6から36ダメージ。レイゼルだ。6から36。そんなでもないわ。大丈夫。うん。いらんいらん。MP 取っといた方がいい。こレベル1は、うん、神聖への罰は後期ダメージへの反撃だね。いやーホープが死にかねんぞ。ホープに来るね。これは集団回復使えばまあホープは耐えるだろうが。ミスさせとくわ。よし、えらい。混乱しろお前ら。ナイスナイス。おお、いいねいいね。映像映像。ゴーゴー。お前来た。お、どうだ。ああ、破壊投げりゃ一本折れるな。勝てな。しかし一本折ってみるわ。ナイス。魂の限界突破。なんだこれ、限界突破ってなんだ。ラファエルは破壊された魂の柱を力を消費した。彼は昇格したフィンドになるまで呪文を発動できない。だってこれで昇格するんか、もしかして。あいつと同じかよ。昇格したフィンドになるまでは無理って書いてるよ。だからまあ弱体化はしたっちゃしたのかな。いやでもだから要するに昇格する。え、これ弱体化してんの。どうしようかな。攻撃回ろうかな。確かに。いやまあカサドールと似てるのかどうかわかんないけど、昇格する儀式をしてるわけじゃないじゃんこいつ別に。だからピンチになったらもしかしたら昇格するかも。その体力減ったらみたいな。あ、そういうことしてきそうじゃない。もう、いいね。痛いよ痛いよ。お、2人死んだ。俺に当たる。どこで食らってる。混乱状態。おお、ユギルナイス。いいね、発展しそうだもん。早くね。混乱強えな。ホープさんお願いします。邪魔。あ、ポラサンボ。汗に当たらなかった。悲しい。みんな苦しんでるな、悪魔たちが。レーゼルさん。レーゼルは回復して機械攻撃食らうな、これ。どう。あ、ダッフ。ナイス。いいか。いや、近くにいてもらうか。神聖かそれ。ちょっと近くに寄りまして。生命保護。ホープいなかったらマジ積んでる。おお、やっちゃえ。おら、よしナイス。で神聖を使わなきゃいいんでしょ。うわー、何もできへん。まあまあこれぐらいのタイルだったら死にはしないだろ。盲目は1レベル上げるごとに効果範囲が広がる。おお、ペイン盲目。はい、ぶん殴られそうだ。あ、待って待って。危ねえ。これ入れちゃダメよ。あー、やっぱ昇格。わーん。あ、何がどうなった。やばい。1ターン魂を貪り魔物の力を高め、より致命的な呪文と能力を付与する。ああ。魂を使ってしょ、ああ、この状態だと普通に魔を使ってくるみたいな。いけるいける。おお。いいダメージ出るね。こっちが誰か死んじゃうとその魂を取られちゃうんだな。多分ね。これはもう後期使っただけで取られそうだね。そうだね、なんか後期使っただけで取れそうな、これ書いてあるね。一旦レイゼルさんでぶん殴るか。よし。何こうなったけよ。まあ通常攻撃で殴り切るしかないな。ほい。ナイス。まあ壊しといて意味ないことはないでしょ。そうな。危ね。絶対必要だと思うそれ。よしよし、数減ってきた。最初絶望的かと思った
戦況からだいぶ戦況からだいぶマシになったぞ。この氷の壁とかもちょっと多少殴ってみるか。どうなんだこれ、多少殴る意味あんのかよ。邪魔だったから。もう氷の雲がちっちゃく出たぞ。本当だ、この雲に当たるとめちゃめちゃダメージ受けるぞ。注意しろ。おお、誰も触れてくれないな、まあ、誰もそんなとこ行かねえけど。誰も悲しいわ。釣りかテラゾーソン近さ大丈夫。ああ別に別になんか困ることはないけど、誰よりかも耐久力が高いんだった。魔術師なのに。どうしようかな。この後ラファエルのターンが来るな。誰がぶん殴られんのかな。昇格ラファエルのターンが来る。あっさとこいつら倒したいな。1ターンだけなんでしょこの姿なのかな。昇格した頻度が1ターンだから。うん、ララララララ。おお、あと5。もう呪文高速化ちょっともったいないな。やめとこう。相手攻撃ターン回っちゃうけど、まあ盲目だし大丈夫だろ。あれ？あら、戻った。反響加速。え、何？一ターン昇格してない。魔物を昇格してまた溶けてまた魔物を昇格してる。あー、わあなんだ。来るか。暴れ回る地獄。うわー。うわー。レベル6だから対抗できません。すいません。20から120ダメージ。うわー。うわー。ホープも死んだ。やべえ、ホープ死んだわ。あかん。強い。痛すぎる。あー吸った。なんか吸った。やばい、一緒にいたのまずかったな、ホープ。やばいか。ホープ多分、イベント消えたな。消えたくさい。え？逃がせなくなった。本当だ。いやー、これマジどうしよっかな。切断された魂。魂がないため、この状態にあるものを攻撃するってのがある感じが。魂の回復発動。いやー、どうする？続行でいいのか？続行するかどうか怪しいね。トリナン先生は検体です。まずい。あやダメージがでかすぎる。うーん、援護で助けることはできるけど、助けたところでな。だが、あ、ほんとホープはもうあの黒焦げになってるわ。無理だ ね、 だね、助けられないね完全に、うん、とりあえず殺して。ナイス、当ててくれた。一旦援護だけするか。援護してもなんか即死にそうな感じすらするな。地獄の豪華がダメージでけえからなこれ。ちょっとこれアイテム投げるっていうやつでやってみるか。かぶってんの失敗だったな。もっと強いやつあるぞ。それ弱いぞ、その回復薬。じゃあもっと強いのもらおう。でけえその瓶。よし、でかい。オープンには入らない。まあ死んでっから、まあ無理だね。ボーナスでギリだな。ちょっと生き残ること言う。まあ、別にホーム思い入れあるわけじゃないけど、どうする。別にやり直すのやり直すでいいよ。まあ続行でいいか。いいか、まあ、殺してく動画だし。みんな NPC が死んでいく動画だからな。まあこのピンチがやり直しになってスムーズになるの嫌だなと思って。まあね、うん、ちょっとバラバラにこっちないと。この後ラファエルがめちゃめちゃ強い攻撃で我々を殺してくれればもう一回チャレンジ。それならいいんだけど。かっこいいなラファエル。いやこれマジどうしようもないレベル。飲むか。弱だな。そうだね。まあカンビオンを倒すか柱を攻撃するかじゃない。あと状態以上で何かできるならって感じ。状態以上やってみるか。行ってみますか。はい、どうぞ。怪物金縛り使ってみろ。マジかよ。おお、すげえ、効いた。金縛り状態です。ただ毎ターン抵抗が入るんで今のうちに攻撃はしたいかもしれない。これ攻撃、ああそういう系か。でも神聖なる罰入ったままなんだよな。レイゼルにちょっとした回復を打ちます。ちょっとしすぎ。4。うわ、溶けた。まあでも一旦無効化したからその分だけでも偉い。マジックミサイルってまだ残ってんだっけ。あれ使う予定ない。ああ使えるっちゃ使えるけど6ダメージぐらいだったら2発使えば、うん、いける。そう、ちょっとこれにハンマー投げるのもったいないなと思って。もう一個の方行ったら
ったら状態以上ラファエルに叩き込むっていう選択肢がなくなるけど。そうね。まあでもあれだ、呪文高速化でできるからできなくはない。おお、いいダメージ。こっちは煽るわ。うん、頼む。俺はラファエルこの。ああ、カンビオン攻撃できない。カンビオンでいい。うん、できたらカンビオンの方が嬉しい。体力はね、まだ63番。次で俺が倒せたらでかいなと思って。こんなもんです。でも近接は、まあ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 遠隔強すぎだ。近くでも投げた方が、近くでも投げた方がいい。いや、投げた方が強かったね、うん、ちょっといくらなんでもこんなに弱いと思わなかった久々に近接攻撃したから。そうだ、俺には今呪文射程延長があるんだった。おお、届く。こっからでもすげえ。その射程延長倍になってるよね、すごいよね。もう3発撃っちゃおう。2発で崩れなかったら最悪だから。おお、全然崩れるやん。一発で崩れた。一発8とか入ってた一発8とか入るんや。呪文高速化で今、俺の袋を見たら、オットーの我慢できる踊りがいっぱいあったんで使おう。出たあいつ踊んのか。防げないからね。踊れボケ。あ、踊ってんのか。踊らんやんけ。我慢してるやんけ。踊るモーションがないからだ。踊るモーションがないけど踊ってはいるフリーズしたいや、どんな敵でも一旦は絶対踊るから。これあ、消しやがったこいつ。いや、まあでも一旦効いたから OK。 OKOK。 なるほどね。お前使ってらんない、これ。いった。え、何で死んでんのこれ。 何の爆発。今不安定な地位。わかんない。なんだ、わからんの。何の爆発。勝手に死んだ。神聖への罰をなんとかしたいね。よっしゃ、有利取って攻撃するぞ。変わんないか、神聖の罰は。でも一回使ったらもうなくなるんだよね、これまさかここに来て思いっきりあのポンメタされると思わなかった。うん、つらい。行くぜ。はい、中知力をする。もうこれだったら一回神聖なる一撃使ってなくした方が早いんじゃねえかな。まあでも一旦ちょっと待つか。何が起きるかわからんのだか。なんだっけ、新鮮なる罰。不利。歪められた魂に変えるとか言われてるからやめた方がいいんじゃないか。なあ、そんな感じで。歪められた魂に変えられるぞ。いやー、ちょっと防御力が高すぎてマジで当たらん。でも一回やったらもう使えなくなるみたいな。そう、もう使えなくなるってか、はい、だろうけど。そこをね、耐えられるもんならってぐらいかな。なんだ、歪められた魂って。おらー。お、いいね。いけいけ、やれやれ。おらおら、レーゼルさんなめんじゃねえぞ。なんかモーロー入ってない。あ、モーロー入れた半分になったな。強くない。もうおら、2ターン攻撃行動できなくない。こいつ、こいつなんかダメージ入ってんのかな。なんかさっきから殴ってんのダメージ判定が出てこないんだけど。本当だ、遅れてんのかな。え、ミスミスって出てる。マジでミスって出てた。ミスでって出てる。マジか。レイゼル攻撃しょ。うん、うん、ミスが見えてる。レイゼルはミスって出た。俺の画面だって見えてなかった。俺が見えてないだけなのか分かんないけど。オラオラって言いながらミスってたよ。マジかよ。2回目当たってたよ。まあでもなんか普通に倒せそうやね。とりあえずバカにしとこう。悪意を。お前を知ることができて不愉快です。お前を焼いたフォーグよりも。なんだって。お前は焼いたフォーグよりなんだって。油まみれだ。だってこの朦朧状態。なんか喋ってるよ、朦朧状態で。カウンター当たるのかな。あっちも、あっちも罵ってきた。罵り対決。お前の知性を食らってやる。調子乗るんじゃねえぞ。うら、ボコボコにしてる。あ、外した。調子乗るんじゃねえぞ。あとなぜか知らないけど、アスが知性ぐらい食らわせまくって今知性9になってる。こいつ
知性がどんどんなくなってって知性がなくなっていく、かわいそうやね。 25% なのになぜか当たりまくってる。いやー、神聖なる地域はやめた方がいいかな。くそー、火力出ねえよ。まあまあまあ、代わりに今回めちゃくちゃ出してる。相手の状態以上大変なことになってんだけど。こうでもしないと勝てんかな。HP は高いけど状態以上は入るって敵なんじゃないかな。情けねえやつだ。いやいやい、今いまし、あ、今いまし、モロ状態なんもできないですね。終わるんじゃないか、こいつ。普通にこのままモロです。終わりそう。検体です。あーのポンもやばい。トリナンもラストだったら使うか。全然いいぞ。お前が歪められた魂に変わる姿を見てみたい。上等じゃねえか。知らんけど、知らんけど。おら、おら、倒した。倒した。あー、そのまま倒した。気持ちいい。デビルも負債ももうない。あるしね、亡くなった館はもはや中身のない死骸でしかない。かわいそうだな。上の人たちどうなったんだろう。ね。お、なんか持ってるよこいつ。お、カンビオンも持ってるな。え、なんかあった。レジェンダリー持ってるぞこいつ。ユーギルなんか持ってないか。ユーギル持ってた。なんか重装だ。しかもこれ多分重装の習熟がなくても装備できる。トライデント、え、強すぎないこれ。めちゃくちゃ強い。意味がわからんよ。アーマークラス21だしね。あ、ヘルシックでやることバレてるな。誰が装備するこれ。なんかあんまりシナジーはないんだけど俺。まあ誰も着ないんだったら俺がここのヘルダス着ようかな。強いよ。飛べるし。飛べるしな。お前が飛べるようになる。ついに俺にも羽が。セービングスローも強いしな君。ね。ダメージに対して抵抗。売る場所欲しいな。ああ、見た目がでもなんかこう悪役っぽいからなんか色合い変えられねえかな。見てこれ、トリナ。悪役っぽくない？おお。暗黒騎士みたいな。見た目がね良くないよね。今までなんか武士っぽかったのに。テラゾーいい？何が？移動するよ。あ、いいよ。はい。一回洋服屋さんに行って色ちゃんと整えたりしたいね。ね。あ、なんで？ああ。あ、皇帝が話しかけてきてる。盗むためだけに。闇言われてる。ああ。解放すんなと。解放するよ。ひじみんなギフクっていうやつ。No. No. His domination is what keeps you free. You know it's already. Still, you would test our alliance.でもレイゼルさんの言うほどことを聞いてあげたいよね。ちょっと待って、この人あんま信じてないんだよな。俺も、なんだっけ、シナビさん、あれ、うん、なんだっけ、うん、シナビ骸骨おじさんがさ、うん、あのゲイクには魂がないって言い切ってたからさ、うん、間違えることあんのかな、あのおじさんがって思ってるから、本当に魂ないんじゃないかっては思ってる、うん、そうかもしれないが、オルフェウスは解放される。うん、はい、これ予測でしかないんだよな、これな。まあ、どうなるかは分からない状態ではあるな。うん、What of the Elden Ring? Without the protection I leverage, you will be destroyed in an instant. 急にすぐ奴隷になるエンディングなんかねえだろ。わからない。わかんないな。わかんないことはわかんないんだけど。わかんないっぴ。わからない。わかんないね。まあ一番でいいと思うけどな。言ったことは分かったわ。だけど、まあでも2番もありなっちゃうけど、イエスの可能性あるんだよな、1番。ああ、なるほどね。うん、そういうことだよね。俺もそう思う。なぜ信じると思うってこと、お前のことをなんで信じると思うってことだよね。
そうだね。まあでもそれ信じるのは今のことがあるからって感じになっちゃうかな。You make a mind flayer now. You may think yourself ingenious for having slain the devil. 明らかに頭が切れる戦い方ではなかったかな。お前はバカだよって言われてる。Will not be such an easy foe. It is time we resume our journey to find it. はあ。レイゼルさんめっちゃ切れとるやろな。ゲイク。チェック。順番としてはどうする？そのオルフェウスを解放するか、ゴータ司教を倒しに行くか、どっちが先だ。でもオルフェウスを助けるのはなんかもうちょっと引っ張ってもいいような気するけど、すぐに流れ的には行ってもいいんだよな。まあどちらにしろイベントとしてまず進めるかの方向性は決めた方がいいよね、うん。まあもうちょっとさ、バルダーズゲートを舐め回そうよ。まあどっちにしてもまだ鋼の衛兵工場がやってないから。それ話しかけたかった。片道切符よ。泥棒だとは知ってたけど殺しもやるとはね。かなりの騒ぎになってるって。デビルを倒したのはマネです。そうなんだ。怖いって言われちゃった。怖いだろうね。お前も殺すよ。デビルスレイヤーって言われた。デビルスレイヤーか。あれ、この人買い物できなかったっけ。買い物の話になんなかったけど、もう一回話せばいいんじゃない。ちょっと盗むしか出ねえ。なんでや。日頃の行いかもな。手前のインク瓶が。色結構持ってんな。デビルスレイヤー。間違えてドラの毒塗っちゃった。ちょっと待って、焼いて飛ばしたからちょっと持ってくるわ。手が滑った。怯えてるぞ。ユシックさん、なんか隣で毒塗り始めた。ヒッてなる。何に使う気ないや、こいつ。次は私ってなるよ、ね。仕方がないっすよ、それは。たまたま偶然ね。偶然偶然。エルドラ・ルスリン、持ってるアイテムやべえな。こいつさらわれたら終わりなんじゃない。終わりだよ、ほんとに。詰むと思う。ネザーストーンごと持ってかれるからな。彼は我々のエルドラドだから。エルドラド。彼女ね。彼女大変失礼しました。また知ってんじゃねえか、お前。誰かさ、レイヴンガード大公爵を回復してあげられてくんない？なんかこの人大休憩しても全く回復しないの。本当だ。なんで？ボロボロ。ね、寝るとこないんじゃないの？こいつだけ。やつって3レベルか。Welcome to the House of Grief。テラドの体力やばいね。宗教人物。うん。Whatever weighs upon the soul。何が？どんな重みを魂に背負っていても力になれるって。支払う1000円。早っ。ちょっと待ってくれよ。何のために支払うのかも分かんないのに、支払うって選択肢が。そっか。支払うか。はした金だからな、今時千なんて。もう我々からすると、人々を心の苦しみから解放してきた。憂鬱、不安、どこ、迷い、辛い記憶、悲嘆の館、新しいとこ、一番北西、新しいとこといえば、まあ新しいとこ。あれ、ジャーナル増えちゃった。ああ、悲嘆の館を調べるって言ってたけど、疑わしく思えるから調査しようだって。まあ疑わしいね。こんなこと言ってるやつら絶対ろくだもないからな。詐欺の匂い。安楽死とかさせてんじゃないの、毒で。んん、苦しみが分かるようになったって。分かるのかな、俺の苦しみが。何の、頭にいっぱい入ってる。自らに問題があることを認めることが大事なの。The insight of an unburdened spirit. I too was once weighed down, but now I am. 今は魂解放されてんだもんね。Before I came here, I was given to drunkenness, wanton violence, licentiousness of every sort. 悪徳に溺れていた。だが私は救われた。あなたもそうなれます。やべえな。やってると思われてるよ、やっぱり。酒とか。よし、解放してもらいたい。There is the matter of the fee.
あ、与える安らぎの代償としてわずかな額だが安心して。払え払え。捕まるんじゃない？これいいよ。払おう。払っちゃっていいよ。ワンダフル。癒しを始めましょう。First comes the mapping of the heart. なんか始まりおったぜ。に回答する。なんか宗教に入っちゃった。何が重荷なのかはっきり分かる。次は1500要求されたりするときっと。今一番重荷なのは多分ロケット花火だけどな。26ある。解放しよう。物理的な話ではない。解放しよう。え、このドワーフも悩みを抱えてるの？閉めたよ、こいつ。呼ばれてる。俺も入ろ。座って。ああ、よかった、売ってた。拷問部屋じゃないか、これ。ここに？火星岩のベンチ。また目とかくり抜かれんのか。かわいそうだな。はい、座りました。あ、なんか来たよ。イベント始まった。3の紹介者。隣に座ってきたけど、こいつ。大丈夫？大丈夫？なんかすごい近い。めっちゃ近い。見ちゃいけない。あれ？ちゃんと寄り添ってるね。あれ？老けた。これシャアの人のローブじゃないこれ。そうだよね、うん、やべ、シャドウハートの方が良かったか。そうかもしれない。今からシャドウハート連れてくるか。連れてくる。ちょっとミンスク外してシャドウハート連れてくるわ俺。うん、で止めようか。ちょっと待ってて。